クラシスラ族は、弁ソウ科の属の一つ。加盟の由来にもなっている、トガを代表する属である。ラテン語の、厚いという意味から。ほとんどすべてが、多肉植物で、葉が厚いことによる。確認されている種だけでも200種ほどの属である。その多くは南アフリカに算するが、熱帯アフリカ、マダガスカル島、アラビア半島、オーストラリア大陸にも分布する。 砂漠や草原、岩地などの荒涼とした土地で生活する種が多いが、湿地で生活するものも存在する。常緑の多年草または低木である。茎は太く、直立し、よく分子するものとほとんど分子しないものがある。葉は通常は耐性であるが、ロゼット状の葉が幾層にも重なる、仏頭型と呼ばれるタイプもある。葉は多肉質であるが、色合いや形は、 非常に変化に富んでおり、そのために多くの種が観葉植物として栽培されている。花は通常最便の五弁花で赤、白、ピンク、黄色などの色のものがあるが、花形は数ミリである。日本へは観賞用植物として導入されたため、和名が、花月、星の王子、振動など、植物学上の和名とは違った、変わった名前がついている植物が多い。 花が小さいため、葉の方が干渉価値が高い。1ヶ月くらい水をやらなくても平気で生きているので、弁慶のように強いという意味から、弁慶層の名が与えられたというが、逆に湿気には極端に弱く雨に当てたり、排水の悪い溶土で栽培すると、あっけなく枯れることがある。反対感性で、摂氏5度くらいまでは耐えるので、静岡県伊勢の沿岸部では、 軒先や路地で栽培できるが、通常は鉢植えにして、室内で育てる。用土は市販のサボテン用の培養土を使うか、センサと普通の園芸用土を半々に用いるのが良い。繁殖は通常挿し木による。未生栽培もできるが、微細種子のため栽培には技術を要する。ありがとうございます。